今日はうまい棒ふりかけ選手権。皆さんこんにちは、アオリーチャンネルです。今回はプリットチャンネルさんがいろんなね駄菓子を粉々にしてふりかけにしてどれが一番美味しいのかっていうね動画を上げてたんですよ。で私もやってみたいなと思って、今回は私うまい棒6種類買ってきたので、この6種類をふりかけにして食べてみたいと思います。どれが一番美味しいのでしょうか。それでは早速やっていきましょう。今回使ううまい棒6種類は、はい、こちらです。コンポタージュ、野菜サラダ、とんかつソース、明太、チキンカレー、納豆です。納豆とかはご飯にかけると美味しいので、まあいけるんじゃないでしょうか。じゃあやっていきましょう。まずはこのうまい棒を潰します。ここの袋からこうギューって、はい、それでは潰します。せーの、ほら、いけないことしてるみたい。まあね、美味しいのを願い潰しましょう。はい、こんな感じで全部潰しました。ちょっと袋がねボロボロになってる ね、結構粉々に潰しました。それではご飯おいでー、来ました。このままで食べたいけど、それではうまい棒のこのふりかけをねかけていきます。はい、まずはこちら、私の大好きなコンポタージュです。はい、いい匂いですね。ちょっと怖いかもしれない。これ普通に食べるのはすっごい美味しいけど、いきます。あー、ダマがあった。はい、こんな感じです。色的には卵のふりかけでみたいな感じ、色は。じゃあいただきます。匂いは普通のコンポタージュ。いただきます。なんと言ったらいいのか。これはコンポタージュ、普通の、もうちょっともちもちしたコンポタージュ。普通にコンポタージュだよね。ご飯と合うか合わないかって言ったら、合わないかな、あんまり。難しいな、これ表現する。本当にもちもちしてるコンポタージュです。合わないね。ということで、コンポタージュは普通に食べた方が美味しいです。じゃあ次行ってみましょう。次は野菜サラダです。はい、それではいただきましょう。こんな感じ、さっきよりかは色が濃め、濃いだけど濃いめです、色。それではいただきます。わかんない、ちょっと味薄いかもしんない。もしかしたら私こういう味好きかもしんない。なんか表現わかんないけど、もうほんとそのままお菓子かけて食べてるっていう感じが、それはもうずっとすごいする。サラダと一緒に食べてる感じではないね。やっぱりその野菜サラダ味って結構すごい野菜っていう味じゃないから、まあ合うか合わないかは合わないだね。よし、じゃあ次はこれ、とんかつソース味。これはいけるんじゃないかな。ねえ、とんかつって言ったらおかずだもんね。匂い的にいけると思う、これ。よし、じゃあいきましょう。ていうか、確かこれ味濃い気がするの、このとんかつソース味って。あ、でも色はもうさっきからずっと一緒なんだけど、色は。こんな感じです。あ、これいけるわ。これいけると思う。いただきます。美味しい、これ。これ好き、この味。
え、ママは？でもさ、あのうまい棒で食べる時の方がすごい味が濃いけど、ご飯のせいだとそこでもなくない？ね。さっきの野菜の方がちょっと味が濃い気がしちゃうね。そう、私はこっちの方が味濃い気がする。そう？大人と子供で違うのかな。ご飯と合うか合わないかは合います。私はソースの味が結構するかな。あー、うん、はい、次はバン明太です。これが私一番最近好きなんだけど、これが多分この中で一番味濃いのね。だからちょっと楽しみです。それではかけます。もう色からして濃そうだもんね。ほら、それではいただきます。お菓子とご飯あのなんか明太子っぽい味になるのかなと思ったら、そうでもなかったね。ね、もう好きということで、合うか合わないかは合います。はい、続いてはこちら、はい、チキンカレーです。チキンカレー初めて食べるかも。うまい棒だったらかけます。あ、色はやっぱ黄色系が多いんだね。でもカレーだからさ、絶対ご飯に合うよね。うん、ママカレー好きだよね。うん、それではいただきます。うん、シャキシャキ感がなければカレー、カレー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 、うん、カレー、あ、すごいカレーシャキシャキ感がなければ本当にカレーだよこれ。うん、これはカレーだね。だよね。うん、合うか合わないかは断然に合う。すごいカレーだったね。すごいカレー、これいいね。はい、ラストはこちら、ナッツーです。納豆が一番楽しみにしてました。私の一番好きな食べ物が納豆なので楽しみです。あー、いい匂い。あー、いいね。鼻のここにつけてたよね。息できないじゃん。かけます。色はもう納豆じゃないね。それではいただきます。カレー残っちゃったんじゃない、味が。いや、残ってない。普通にめっちゃ塊のところ食べただけなのに、カレーな気がしてきた。うん、うん、全然違かった、うん、なんかね、すごい薄い味の納豆。ネバネバしてないから分かんないのかな、私。ほんのり納豆味って感じかな。分かる。はい、合うか合わないかは中間ですね。はい、ということで、どれが一番美味しかったかというと、こちらです。チキンカレー味が一番美味しかったです。普通に美味しくなかった。うん、今度からね、ふりかけにしてご飯楽しみましょう。これね、お菓子も楽しめて、しかもご飯も食べられる、めっちゃいい。はい、ということで、今回はうまい棒6種類をこんな粉にして、ふりかけにして食べてみました。本当にね、面白かったです。この企画は、お菓子とご飯を合わせるっていう発想が思いつかなかったので、プリトチャンネルさん天才です。意外でした、これが一番美味しいの。うん、納豆かなと思ってたもんね、一番は絶対納豆か明太かなって。ちょっと味の濃い系が一番美味しいのかなと思ったけど、カレーが一番美味しかったです。ぜひね、うまい棒他にもあるので、すごい種類いっぱいあるからさ、うまい棒ぜひ皆さんも試してみてはいかがでしょうか。ね、1本10円だから。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。